はい、どうも。ね、この間ベースの弦を張り替えるのを、まあ、こうブダブダと動画に撮ってあげてみたんですけれども、今日はこのコンプレッサーを、ね、ちょっと新しく買ってみたんで、それをちょっとねこういじって、それをまたダラダラと動画にしてみたいと思います。で、これフォーカスっていうね、ここに何だろう、袋、あ、ミミズクかながいる、このマークの、コンプなんだけど、でね、これが、ここにコンプレッションでしょ？ここでっかい。コンプレッションのノブと、あと、これが、まあ、音のボリューム、レベルっていうのと、そしてこれ、ゲイン、ね。で、レベルとゲインってどう違うかというと、レベルは、まあ、最終的な音の大きさを出すと。で、ここは原因というのは、どれだけ、まあ、そのコンプにとか、ここの、これ EQ がついてるんだけど、イコライザー、こういうところに音を突っ込むかっていう。で、どういうふうに違うのかというと、ここを上げると、ちょっと音が歪んでくるのね。だから、オーバードライブとかディストーションとか、そういうのに近いチューブみたいな、そういう、チューブって真空管の意味なんだけど、そういうちょっと音が歪んでくるっていうような、そういうものなんですよね。で、これはレベルって単純にそのものの、音のレベルを上げるボリュームっていう、そういう使い方。それで、これがベーストレブルっていうイコライザーになってます。で、大体これね、真ん中あたりにしといて、すごい十分音が、このままでも素晴らしいんだよね。それでね、このコンプレッサーというのは本当にね、本来だったら、なんだ、スレッショルドとか、あとアタックとかリリースとか、そういういろいろなノブがあって、割とうちらミュージシャンにとっては、これ何のことだみたいな、なんでちょっと分かりづらいんだけど、このなんだろう、ゲインとかレベルとか、トレブルベースなんて、もう本当ミュージシャン直感的にすぐいじれる、うちらの味方みたいな感じですよね。で、このコンプレッションっていうの、これが要はコンプレッサーの部分の、どれだけコンプレッサーに入れるのか、音をどれだけ音を潰していくのかみたいな、そういう感じのノブになるよね。で、まずコンプレッサーってもともとどういうものかというと、音がこうやってバーンと大きい音が入って、でベースの音がすぐスーッてちっちゃくなっちゃう、ダーンみたいな。なので、それだと例えばさ、ギターのディストーションの音とかって、一回ダーンって弾くとギャーンってこうずっと伸びてるでしょ。ああいう感じなんだけど、ベースとかって割とバーンって弾くと、この音消えちゃうんだよ。それをそのギターのディストーションみたいに、ボーンと音の大きさを一定に、まあ、長い間出す。長い間ね、こうやって出すっていう、そういうような役割があるので。だから、最初のバーンという音は、スの方が、スって何も通さない方が大きいんだけど、そうじゃなくて、それをちょっと縮めて、後のところを、同じようなレベルで弾くことによって、割と旋律が聞こえやすくなったりとか、そういうような、効果があるんで、ベースにとっては一番大事なエフェクターだよね。で、これがね、僕レッスンね、何人かちょっとやってるんだけど、そのレッスン生の一人が、滝田さんこれいいですよ、ちょっと持ってきて、で、試してみたら、あ、これめちゃくちゃいいねって言って、思って、じゃあ速攻買おうと思ったんですよね。そしたら、この間イベントで郁夫君に会ったら、郁夫君もこれ使ってて、で、あ、郁夫君、これ使ってんだね、そう、これいいですよねっていう話で。で、まあ、郁夫君、が、なんかベーシストでは一番最初に使ったってね、彼言ってたんだけど、あ、そうなんだ、って。でね、彼にちょっとこう、じゃあ、紹介してもらって、メーカー直で僕を買うことができたんだけど、ね、郁夫君ありがとうございます。さて、じゃあ実際のね、音を試してみましょうね。とまずこれオフになってます。
ことなんですけど、これをオンにする。ね、しかもオン。これだんだん真ん中ぐらいなんだけど、ちょっとレベルが足んないかなって思うので、ちょっと上げて。感じもうちょっと減らしたいなと思ったら原因を下げてでレベルを上げる。でこうコンプって割とスラップとかね、これ今切ったんですよ、オフなんだけど、これスラップみたいなのはさっき言ったようにアタックが強いのでちょっとコンプをかけてあげて、でやるとそれぞれの音があんま大きすぎず小さすぎるっていうので届いてくれるみたいな、そういう効果があるね。で今のこのつまみはこんな感じで、ほぼこのコンプレッションがあんまり上がってない感じ、9時ぐらいの感じかな。それでゲインはね10時ぐらいかな。でレベルがちょっと上げて1時ぐらい、あとベースとトレブルはほんのちょっとずつ上げてるんだけど、このねトレブルなんだけど、これ例えばじゃあ今12時なんだけど3時ぐらいとか上げてみるね。ちょっとこうトレブルを上げるとトレブルをまたちょっと12時ぐらい戻すとマックスにすると、ちょっとこれだとね上げすぎだけど、だから結構マックスにしても何だろう、変な嫌味なトレブルじゃないのですごいいいなと思ったね。でベースもそうで、これが今真ん中ぐらいなんだけど、じゃあまたこう3時ぐらいに上げてみると、うん、ちょうどいい感じの。ちょっと携帯で撮ってるから低音の部分が分かるかどうか、分かるね、お分かりいただけるか分かんないですけど、かなりふくよかなベースとして一番なんだろう欲しいような低音がモリッとこう出てくるんで、これも使いやすいんじゃないかなと思うね。でまたちょっと元に戻すと、大体ベースとトレブルちょっと上げずつでも気持ちいい音かなっていう感じするね。でこの問題のコンプレッションね、これが今あんまり上がってないこういう9時ぐらいの位置なんだけど、これ12時にするとさっき言ったようにアタックをこう潰すので最初の音ちっちゃくなるよね。だけどずっとこう同じレベルの音がこうまあレベルがこう出るっていう、だから言っちゃうと強く弾いたり弱くしても、あ弱く弾いてもそんなに変わらないって感じだね。強く思い切って弾いてみるね、弱く弾いてみるね、強弱って弾いてるんだけど、これちなみにオフで強弱弾いてみると、ね、このぐらいの違いがオンにすると、このぐらい違うって感じになるんだけど、わかるかな。だからまあコンプレッションはこんなにこれ以上あんまり上げるともうなんだろう、音潰れすぎちゃうんで、
人間味がなくなっちゃう。でそういう時にここにインジケーターついてるんで、どれだけこう音を潰してるのかっていう。今回だとちゃんとこう減衰していくんで、ちゃんとバラードとかでもプレイできるかな。こんな感じかな。なのでこのコンプレッションもすごい、これだけだから、つまみが1個だけだから、すごいなんかね、楽かな。直感的にこう、フィーリングで、つまみをいじって、いい音がする。ね、その場で出せるって。だからなんか、アンプに近い感じだね。アンプっていうか、ベースアンプとかもそうじゃん。コンプレッサーがついていたりとかするものあるけれども、ああいうものに近い感じで、ベースとトレブルとコンプレッションで、いい感じにこう、直感的に作れるっていうのがすごいいいなと。でまあ、これはまだボードに組み込んでないんで、これ単品チェックなんですけど、で今度またバンドとかでボードに組み込んでやると、うん、またちょっと違った印象になるかもしれないんだけど、これ本当これ1個だけですごいいいなっていいなっていうのはすごいよくわかります。割とこういろんなプレーをね、こうタッピングとかスラップとか指弾きとか、するので、いろいろレベル差が出ちゃうんで、こういういいコンプレッサーが非常にありがたいです。じゃあまた。